皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。お久しぶりです。ヤッパップガールズ、かっこかりのすみれはるかです。はい。今日は、はるちゃん散歩第3弾です。キュンさんの好きな3です。そして、本日の舞台は、こちら。下北沢です。イエーイ。いつもね、イベントやら、生誕やらでお世話になっております。下北沢6でもない夜さんがあります。下北沢で本日はお散歩していきたいと思います。レッツラーゴーバーン。今回すみだはるかが散歩するのはライブや演劇、アートを感じる街下北沢。どんな出会いが待っているのか。けんさんはここでお母さんとご飯食べに来たこともあるし、先輩のさほさんとも下北でご飯食べたことがあります。結構何回か来たことあるよ。あとメイナとも何食べた、どっかでタピオカ飲んだんだよね。メイナとどこだっけ。あ、古着屋さんだ。かわいい、めっちゃかわいい。工藤すみれが来てそう。え、かわいい。あ、最近流行りですよ、こういうズボン。流行りらしい。でも持ってない。あ、タリーズです。すごい。え、ここ犬が走れんの。フリースペース、そんなことはなかったみたいだけど。え、そういうことですよね。犬走れるらしい。来るとこよく走る。寒い。でも昨日よりあったかいか。寒いです、少しだけ。なんか、そう、下北沢って本当にカレーが美味しいんですよ。カレーどこだっけな、こっち側じゃなくてあっち側。え、本当に広いから、こっち側のカレー屋さん行ったんですけど、そこのカレーが本当に美味しくて忘れられない、忘れられない味です。こっちもある。コーラ、おもろ。へえ。コーラの実と7種のスパイス、ザ・クラフトコーラですって。でもコーラは飲めません。飲めるんだけど好きじゃない。だってなんかシュワシュワすごいんだもん。あ、カレーだ。またカレー屋さん。ほら、通るところいっぱいカレー屋さんあるじゃないですか。下北沢カレーが有名みたいですよ。なんか一回カレー祭りみたいなのやってましたよ、下北沢で。こっち行ってみよう。いや、ヤム？え、美味しそう。こっちじゃないですか、ヤムエンターテインメントは。わあ、めっちゃジューシー。ヤミーバーガー。え、かわいい。ヤミーだって。ヤミーローナ。え、おいしそう。アメリカンビーファー、パティがうまい。1月、キュウさん大好きナス、米ナス絶対おいしいですよ。ナス絶対うまい、絶対おいしい。いいな、ヤミー。ヤムエンターテイメント、古着屋さん。あ、またワイ。ワイ発見。なんで？なんでこんなに？本当だ。確かにユリカ着るかな。こっち側にメイナと食べたタピオカ屋がある。多分。確かね。あ、そう。何食べて、でもなんか甘いもの食べたくないってなって。ここの店と悩んだんですよ。めちゃくちゃ美味しそうで、ほら見て、ケーキ、タルト、キュウさん大好きなんですよ、タルト。あ、めっちゃ美味しそうじゃないですか。絶対美味しいと思って。キュウさんが食べるならどれだと思いますか。何頼みそう。ジジ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 ジ。正解はじゃじゃーん、こちらショコラタルトでーす。イエーイ。キュンさんはこういうのが一番好きなので、いただきたいと思います。いただきます。
今日あと2日後に誕生日なので誕生日ケーキです。いちごは私好きなもの最後にプレゼント。私これ一口で食べちゃいますよ。本当だったら。いただきます。うんふん。すぐこれやるって言われるからみんなに。うんふん。なんかね、チョコがね、チョコついてます。チョコがちょっと苦いんですよ。大人のチョコって感じなんですけど、もうこのね、果物が酸っぱくて甘酸っぱいとほろ苦い感じで、めちゃくちゃ大人なケーキって感じです。キュウさん最近大人の味覚になってきたのでめっちゃ好き。でバナナのとかも他のもいっぱい種類あるし、結構ちっちゃいサイズだから何個でも食べれちゃうと思います。おいしい。めいちゃん今度来ようねって言ってたかもしれないけど、食べちゃった先に。ごめんね、また来ようね。はい、こちらです。メイナって今閉まってるけど、メイナと飲んだタピオカ屋さん、じゃじゃーん。写真は上がっておりますので。キュンさん何飲んだっけ。多分ジャスミンタピオカミルクティーをキュンさんは飲みました。ぜひ。メイナは何飲んだか忘れちゃったけど、飲みに来てください。下北に来た時には聖地巡礼して。古着屋さんいっぱいだ。あ、匂いが好きなんですよね、古着屋さんの。あ、ここも古着屋さん、可愛いです。あ、カラオケゾーン。キュウさんは今日生誕なんですけど、生誕の練習でカラオケ館さんにお世話になりました。どうもありがとうございました。毎日行ってましたカラオケ館に。ありがとうございます。ここじゃないけどね。ラーメン、思い出した。 あそこのもここのね、お肉のサンドがめっちゃ美味しいんですよ。これマジ肉汁やばくて、これみんなに食べてほしい。マジでうまいから。ここを食べました、キュンさん。普通にこれ食べたんですけど、これだったら他のお肉のサンド食べれないぐらいめっちゃ美味しいから食べてほしいです。本当に美味しいんで、やっぱりめっちゃ美味しいんですよ。キュンさん一回昔乃木坂さんの MV 出たことあるんですよ。その撮影が下北沢でした。いや全然、白石麻衣さんの卒業のやつです。一番最後の MV の、いや本当にもうこんなしか映ってないからもう気づかないと思う。誰もが、誰も気づかないと思うけど、あの白石麻衣さんの卒業最後の曲の MV に出ました。制服着て4人で、その子たちと仲良くなりました。懐かしいなっていう思い出がある場所です、下北って。懐かしい。え、美味しそう。肉巻きロール、え、絶対美味しい。声でかい。絶対美味しい。うわ、何がおすすめなんだろう。納豆ですって、良くないですか。いや、思ってます。やっぱこれじゃないですか。タラマヤも美味しそう。やっぱこれだ。美味しそう。カレーを見すぎたのか、チーズカレーを注文する隅田はるか。なんか海苔ついてますね。え、後ろなんか絵柄ある。なんだろう。あったかい。今日は寒いのであったかくなりましょう。うん、チーズカレーにしました。いただきます。カレー、うん、うん、なんか、で、肉巻きおにぎり
夢の国でしか食べたことないんですけど、めっちゃギュって詰まってる、お肉入ってます。肉巻きおにぎりって お肉なんですか。うまっ。海苔が美味しい。皆さん海苔大好き。ちょっとメイクでも食べるの難しい、難しいな。なんかチーズがねいいアクセントになって美味しいですこれ絶対ゆめちゃん好きだと思うんだよな、チーズ。めっちゃ美味しい。寂しいですね。今回下北沢に来たのはある目的があったのです。今日下北沢でいろんな古着屋さんに行ったんですけど、あの目的がね、ゆりかの誕生日をプレゼントを見つけるっていう目的だったんですけど、無事に見つけて買いました。ゆちゃんの誕生日プレゼント買えたので本人に渡したいと思います。それでは楽屋についてまで突撃します。失礼します。おはようございます。古谷ゆりかさん、はい、あの今日下北回ってきたんですけど、はい、すごくとってもいいものを見つけたので、はい、誕生日プレゼントを買いました。開けてみて。マジ？ありがとう。はるか買ってくれた。はるか買った。ちゃんとタンプレ。ワイって書いて、しかも青じゃん。そうだよ。え、どう？かわいい。いい？かわいい。古着屋さんで買いました。あ、ギリ私服で着れる。あ、ギリギリギリって言われたんだけど、第三者から見たら私がさ、ゆりかってことは誰も知らないから、うん、そうだよ。だから、ワイって胸に書いたってもいいけど、身内と会うときちょっと気まずいから。確かに。でも、知らない人の前で来て。かわいい、かわいい。え、ありがとう。はい、ゆっちゃんにタンプレ買いました。ごめん、何も私買ってないタンプレ。いいんだよ、だってまだ誕生日じゃないから早いでしょありがとう、おめでとうございます。からもらいました。そうだよね、だから買いに行こうって言ってたって伝えて、でも全然買いに行けないからこれの紫探せばいいじゃん。確かに、ゆめゆめゆりかでカップルじゃん。ペアルクラブだよ。ペアルクカップルになります。はい、じゃーん。ということで、下北沢散歩やってまいりましたが、無事にゆりかにタンプル渡せました。よかった。はい、次回は皆さんどこに行くと思いますか？ぜひ、はるちゃん散歩、次回も楽しみに待っててください。聖地巡礼してね。バイバーイ。2倍ぐらいの金額になるのかな。そんな全然大丈夫だよ。全然。うん。似合うなって思います。はい、大事に。ちゃんといっぱい来てください。あの、はい、来てきてね、待ってるから。目の前で来てくれるの。わかった。